今レキシントン行って戦ってきたところ逃げてちょっと追っかけられたな。地雷はいっぱい集めたんだけど、なんか霧が出てるわ。サイコパスに注意してください、旦那様。サイコパスに注意？あのレーダーのサイコなんとかってやつか。貯蔵ですか？うん。なんだっけ、この辺りどう？振り切ったんだよな。一応タレットもう一個潰したんだけど。おお。ここ入ってねえんだよな。なんか結構敵いっぱいんだよね、ここも。工場じゃないのに。わけわかんねえよ。いねえか？これって？買い物かご。ああ、鉄になる。ん？重すぎる？まだもっと歩けるよな。これプロテクトロン。なんかゴミ箱とか拾ってると嫌がられるんだよな。痛いわ。もしかしてみんなこいつら生きてんの？こいつは？あ、生きてんのと死んでんのといいのか。あいつだけだ。命中精度下がるな。ん？見つかった？見つかった。どこで？うん。やめとこう。臭さですね。お前そんな匂いわかんのか？全然わかんねえ。いたよ。いっぱいいるじゃん。こっちにもいたよな。めっちゃ近く。なんでここでなるんだよ。
操作の仕方がわからんで。言うよ、お前戦えよ。こんなものです。来たぜ。故郷があるなら顔を見せなさい。探しましたよ。来たよ、あっちから。うん。これは大丈夫か。まだいる。お、お前かよ。びっくりした。いねえのかな。コーション出て、あ、こっちだ。わからねえ。いるんだよな。え？これか。あっちにいたよね。いた。やばくね、あいつ。ディテクティってまだいるわ。何匹いんだよ、ここもう。弾が足んなくなっちゃうよ。ここか。ん？あ、違う違う。あ！いいね。ひびが入りました。ん？ひびが入った？ちょっと待ってくれ。来てる来てる。どういうことですか？今度こそ。あいつは死んだふりしてたんってことだよ。気をつけて、旦那様。ちょっと待って。誰者かが後をつけています。8、オッケー。なんでだよ。え、なん？なんでもありません。あ、全然ダメだ。火炎瓶。いるぜ、あっちに。たくもういやいやいや、そういうことじゃねえよ。見つかってる俺たち。やばいぜ。チックショ。これを戦いと呼びますか？いや、呼ばない。いた。おお、間違えた。あれは生きてんだろう。オッケー。
あともう一匹だ。いた。終わったかな？プロテクトの起動できればよかったんだけどな。どうして屋根がこの上に乗っているのでしょう。やってくれよ、おい。まだいるんじゃねえの。あれもか。うん？いた。まだ来てんのかよ。やっべえ、おい。もう一匹いるわ。やっぴ、やってくれよ。タスクを未完了にはしません。最終的にはあなた様を見つけます。立ち去ります。違うな。なんか食うか。イナゴ。よし。やべえよ。あ、あれも干からびてんのか。待ってろよ。あ、いた。終わりかな。まだあの奥にいそうだな。やっぱり。お前来られても困んだよ。いた。旦那様、何か足音が。うん？いやいや。まだいいのか。弾が足りねえで。ディテクティッドでヒドン。どこにいんだろう。あれは死んでる。こいつは死んでるか。やだな。ん？くそ。全然鉄砲の弾回収できてねえじゃねえか。スイカかよ。
あの奥かな。どっかにいるんだけどな。結構広いな。来た。やってくれ。任せたぜ。こんなもんかな。スプーンだけかよ。センサーにすごい匂いを感知しました。旦那様にとっては、いるってことかよ。どこだ。隠れてたのかやっぱり。いやーめんどくせえ奴らだな。使えそうにはないですよ。いや使えるんだよ。すまねえな。え？ありがとうよ。なんなんだよこいつら。おう、誰だよこれ。ジョシュのホロテープ、ショートレーザーマスケット、へえ。帰るか。物差し、動いて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 。どういうことですか。これで終わりです。そうですよね、旦那様。そうです。まいったな。地下もあんのかよ。やってらんねえな。フュージョンコアだ。なんか音がした。おっか、ここは？いるってことだよ。出てこいや。来た来た来た。楽しくねえ、おい。ああ。ごめん、ゴーストアース撃っちゃった。まだいんのかな。わからねえ、いねえか。投げ。
人間か？何もねえわ。こんなもんか。人参。パンケース。これゴミ漁りしてると嫌われんだよな。てかバカにされんだよあいつに。ゴスアスの問題点そこ。ここは。あ、ステーションがあった。あ、TD部屋だ。どうにかできないのこれ。出せないの？まだ TD 部屋1個しか俺持ってないよ。おう、サリー、数ヶ月間実に苦情が寄せられています。非常に辛いことですが、サリーの解雇。ああ、エスプレッソマシン、大きなクリック音について。ああ、文句言われてんだ。何もない。そうだね。もう全部倒した気がするよ。帰ろうか。一旦。荷物も多いし。帰るか。よくわかんねえんだよな。どこにいるのこれ。ここにいんのか。俺たちと戦ってたやつどこだっけ？あっちだよな。一回帰るか。帰ろう。そう、ここでグールと戦ったりして。曇ってるし、帰った方がいいな。ここは全部見たから。